マスマインイトスマインライト今回のテーマはメネラースの定理の拡張ですメネラスの定理は三角形の頂点から頂点へ分点を中継して巡ると一周した時に辺と分点を結ぶ線分の比の積が1となるというとても美しい定理ですこの定理を三角形から多角形と拡張したり空間へと拡張してみましょう 図形を直線が切るというイメージは俗物的ではありますが、科学や論証を重んじた今の時代にあっては妙に新鮮に移ります。この定理から発生して様々な性質が生み出され、後の射影機関の発展へと続きます。ではまずそんなメネラスの定理をおさしてみましょう。3点 PQR をそれぞれ三角形 ABC の3辺 BCCA、AB の内分点または外分点とします。 3点 PQR が同一直線上にある時 PC 分の BP×QA 分の CQ×RB 分の AR イコール1が成り立つこのメナラスの定理を二問いの方法で証明してみましょうまず補助線を用いる方法です頂点 A を通り大変 BC に平行な直線と直線 PR との交点を S とします三角形 RAS と 三角形 RBP が相似であることから RB 分の AR イコール BP 分の AS が成り立ちます。また三角形 QAS と QCP が相似であることより QA 分の CQ イコール AS 分の CP が成り立ちます。よって求める等式の左辺に代入してイコール1となることが示されます。 もう一つ面積を用いる方法で示してみましょう。下の図において三角形 QBC=S1 三角形 QCP=S2 三角形 QPA=S3 とすると辺と長さと面積の関係から次の関係式が成り立ちます。よって求める等式の左辺に代入してイコール =1 となることが示されます。 ではこのメネラスの定理を多角形に拡張ししてみましょう N 角形のどの頂点も通らない直線が直線 AKAK+1 と交わる点を PK とする時次の等式が成り立つこれも2つの方法で証明していきましょう。まず線分の相似比を用いる方法です。 頂点 AK から直線 AKAK プラ AK ス1に下ろした彗星の足を BK とすると三角形 A1P1B1 と A2P1B2 が相似であることから P1A2 分の A1P1 イコール A2B2 分の A1B1 が成り立ちますまた三角形 A2P2B2 と A3P2B3 が相似であることから P2A3 分の A2P2 イコール A3B3 分の A2B2 が成り立ちます同様にして PKAK プラス1分の AKPK イコール AK プラス 1BK プラス1分の AKBK が成り立ちますここで AN プラス1イコール A1 BN プラス1イコール B1 より求める等式の左辺に代入して イコール一となることが示されます。もう一つ木の方を用いる方法で証明してみましょう。n 角形の辺 a_n a_1 に対して三角形 a_n a_n プラス1 a_1 を作り a_n a_n プラス1 a_n プラス1 a_1 と直線との交点を p ダッシュ p_n プラス1とします。三角形でな 成り立つのは明らかです N 角形で求める等式が成り立つと仮定します三角形 AN, AN、AN プラス1、AH と直線 PN P N、PN プラス1においてメネラウスの定理より次の等式が成り立ちますここで1、の2式をかけると AN プラス1イコール AH であることから 次の等式が成り立ちますここで P' を Pn に置き換えると N+1 プラス角形でも成立するので求める等式が得られます。では次の例題を解いてみましょう。一つの直線が三角形 ABC の辺 BCCAAB またはその延長線上と交わる点をそれぞれ DEF とします。 また線分 EF、FD、DE の中点をそれぞれ PQR とします。さらに直線 AP、BQ、CR がそれぞれ BC、CA、AB と交わる点を XYZ とすれば、XYZ は一直線上にある。これを証明しなさい。では回答を作っていきましょう。四角形 BCEF と直線 AX においてメネランスの定理より、次の等式が成り立ちます。 また四角形 AFDC と直線 BQ においてメネラースの定理より次の等式が成り立ちます。同様に四角形 ABDE と直線 RZ においてメネラースの定理より次の等式が成り立ちます。さらに三角形 ABC と直線 DF においてメネラースの定理より次の等式が成り立ちます。 ここで1からままでの式を両辺それぞれぞけますすると EP=PFFQ=QDDR=RE イコール F F Q イコール Q D、DR、イコール、RE、であることより左辺は1となるのでメネラルスの定理の逆より 3.xyz は一直線上にあることがわかりますではメネラルスの定理を空間に拡張してみましょう空間内の四面体 abcd の ABBCCDDA またはその延長が平面パイと交わる点をそれぞれ PQRS とすると次の等式が成り立つでは証明していきましょう直線 AC と平面パイとの交点を U として三角形 ABC と直線 PQ においてメネラースの定理より次の等式が成り立ちます。 同様に三角形 ACD と直線 SR においてメネランスの定理より次の等式が成り立ちます位置の両辺をそれぞれかけると次のように1となることがわかりますでは頂点の巡る順番を変えるとどうなるでしょうか直線 BD と平面パイとの交点を T として 三角形 ABD と直線 PS においてメネラウスの定理より次の等式が成り立ちます三角形 BCD と直線 QR においてメネラウスの定理より次の等式も成り立ちます位置の両辺をそれぞれかけると1となり順番を変えても同じようになり立つことがわかります この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。Amazon で購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回のテーマはリプシッツ連続です。関数上のどの点においても傾きプラマイケの直線を引くと、関数のグラフはその中に収まっているとき、その関数はリプシッツ連続であると言います。そんなリプシッツ連続である関数について考えてみましょう。それでは次回またお会いしましょう。